東京五輪の新競技スケートボードの男子ストリートで金メダルを獲得した堀米優と、22イコール X フラッグが29日、自身のインスタグラムを更新。東京五輪での競技を終えた思いを綴った。競技を終え、今回オリンピックに関わってくれた関係者。 ボランティアの人たちがサポート本当にありがとうございます。と関係者やボランティアに感謝。皆さんのおかげで東京オリンピックが実現できてると思います。と記した。続けて、この中で自分が日本代表とし参加できたことを本当に嬉しく思ってます。今でも夢のような感覚です。と綴り、そしてアスリート皆さんのことを尊敬してます。 世界中コロナで大変の中、皆さん本当にありがとうございます引き続きサポートよろしくお願いします。と呼びかけた。